皆さんどうもこんにちは、ミントグリーンダイアリーのニャンユリとミントでーす。今日はですね、年末ということでミントくんと一緒にお掃除をしていこうと思います。ちょっとママとパパが結構頑張るっていう動画になりそうなんですけども、ミンちゃんは果たしてお掃除を手伝ってくれるのか、それとも邪魔したいのか、どっちになるかとっても楽しみですね。じゃあ早速やっていこうと思います。スタート。いや、みんちゃん、お掃除始めるからちょっとこういう時がすごいね、あんた。いい、ちょっと掃除をしない風呂の関係を掃除していこうと思います。本当はここに月1でやるって書いてあるんだけどね、やったことないわ。外し方分かってる。おー来た、あ、来た。結構ホコリがついてるわ。はい、換気扇も綺麗になりました。やったー、やったー。いや、ちょっとみんちゃんのおもちゃも汚れちゃってるから綺麗に洗うよ。ジャブジャブしていこうか。ジャブ。ほら、みんちゃん、水を得た魚だよ。気に入ってんの、みんちゃん。ダメよ、今。音鳴らさないように気をつけないと、みんちゃんが来ちゃう。すいません。綺麗になったよ、おばちゃんたちが。ね。綺麗綺麗になったよ、おばちゃんたち。ほら見て、ピカチュウを見違える。綺麗さだよ。おー、足腰強い。ね、2021年もいっぱい遊ぼうね、みんちゃん。ちょっとみんちゃんのお家も洗ってくから、ママ見守ってて送るよ。ちょっとどこ行くの？おトイレから洗いますよ。お、入力制です、みんちゃん。次はこれをね、していきます。これ真っ黒だったんだね、こうやって見ると。そうだよ。行きましょう。残された柵を新しい家だと思ってる。
してるじゃん。嘘、本当だ。トイレないってなっちゃったよ、いちゃん。でもトイレがあった場所にしたんだよ、ね、ちゃんとケージの中のトイレがあった場所におしっこした。みーちゃん、ごめんね、今洗っちゃってたわ。間違えちゃったけど、いい子だね。いい子だね。ごめんね、みーちゃん。じゃあ、靴をしまおう。しまって玄関掃除やるよ。みーちゃんが玄関で寝ちゃうからね。なんか綺麗にしておいてあげないとね。うん、まあ寝ないようにきつけなきゃいけないのか。なんで綺麗にして寝やすくしようとしてこの辺の汚れを全部あなた吸っちゃうんでしょ。よし、みんちゃん雑巾掛けタイムだよ。みんちゃんちょっと邪魔しそうだな。よいしょ、行こうぞ、みんちゃん。みんちゃんも手こうやって置いてきた。この雑巾の行けます。邪魔なんですけど、みんちゃん邪魔なんですけど、雑巾取らないで、みんちゃん。ちょっと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 、ママの雑巾取らないで、ダメ。ほら、いやー、やめろー。ほら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 、うえー、みんちゃん、ママの雑巾。雑巾掛けしながらモップ掛けしてみたい。そのモップを洗うのは私たちなんですけど、この生きてるモップちゃんめ、そんなにお掃除好きなら手伝っておくれよ。はい、というわけでみんたくんと一緒に大掃除をして、この風にね、みんちゃんのお家も綺麗になりました。こうやってね、綺麗になったお家でまた心機一転、みとくんとね、いい年を迎えようと思います。それではここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。